多バ山村。多バ山村は、山梨県北鶴郡にある村である。山梨県ではあるが、東村と甲府などを国中地方とを結ぶ、バス便は存在しない。代わりに、JR 東日本大梅線奥多摩駅から東村を結ぶバスがあるため、生活圏は、山梨県よりも東京都に属しており、東京都水道局が管理する、水源管用林、東京都水源林を有することから、 村内に、東京都水道局水源管理事務所が存在し、他県の行政機関が並存している。また、山梨県の自治体でありながら、固定電話の市外局番零4 2 8は、南隣の小菅村とともに、大梅 MAA、単位料金区域である。1、規模の点から、平成の大合併の際に、隣の小菅村とともに合併話が、 具体化しなかったが、最近では、甲州市との合併構想が持ち上がっている。村中心部を流れる丹波川が注ぐ奥多摩湖が、東京都の水源となっている関係から、下水道普及率は、平成26年度末現在で96.1%であり、この数字は、山梨県内第一位となっている。山梨県の北東部県境、北郡の北西端に位置し、 関東山地の南東部にあたる。村域の大半が山林地帯で秩父玉貝国立公園に属する。玉川上流支流で奥玉湖へ投流する玉川が渓谷を作る。国道411号、大梅街道が並行し、流域沿いの貸し段球場や傾斜地に集落が点在。玉山地区には公共施設が有村の中心となっている。 荒川水系と玉川水系の分水嶺である、標高2000メートル級の秩父山地を境に、埼玉県や東京都と接し、南は標高1000メートル級の大菩薩山系の、市宮明見県市河根を境に、小菅村と接し、西は大菩薩霊を境に、甲州市に接する。村域にある秩父山地の山では、飛留山、大道山の2077メートル、 大菩薩連霊の山では、大菩薩霊の二千五十七メートルが最高地点で、最低地点は、東端の鴨沢地区で五百三十五メートル。丹波川流域には、高尾遺跡など縄文時代の遺跡が見られる。中世には、小菅市により寺院建立が行われており、天正年間には、軍内漁師小山田氏の支配が見られ、小菅村と同じ、行政単位で、文禄県地で分割される。 海の国史、谷村半領を経て、天領となる。国中方面から奥多摩へ向かう甲州道中の、浦街道であった大目王館は、大菩薩峠を越えると分岐し、行きには、田場山通りが通り、丹波塾があった。近世には、鶴郡に属する。戦国期から、江戸時代初期にかけて、丹波川上流の黒川金山、景観山での近郊採掘も行われていたが、 住民の生業は焼き畑による農業のほかは主に山稼ぎであった。延響2年、1745年には入会圏をめぐり国中住家村、現、甲州支援山と山坂総論が起こり、幕府裁定で入会地を獲得する。しかし、1881年、明治14年には山林は監修される。近代には交通機関も発達し、 生業も、養蚕をはじめ、こんにゃくや、わさび、丹波わさびの栽培、生炭、旅宿営業など、多様化する。1889年、明治22年には一部の山野を国から買い取って、再び入会券を獲得する。しかし、玉川上流の山林が乱発され荒廃すると、東京府は、水源関用林確保のため、1901年、明治34年に、 田ワ山マコ林の払い下げが区内省、現、区内庁に申請され、一定の保障を条件に入会権を放棄し、コ料林は東京府に移管され、営林事業を開始した。1909年には東京市によって水源林を直接管理運営することを目的として、当時の東京市長の尾崎幸雄がこの地を訪れる。そして1910年、明治43年に営林事業は、 東京府から東京市に移管される。その後も山林は水道水源林経営のため東京市に買収されていく。現在、この山林は東京都水道局の水源管用林、東京都水源林となっている。村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 東日本大梅線奥多摩駅。村には欠かせない唯一の公共交通機関で、 補助金を受けながら運行している。東京都方面への交通は確保されているが、隣の甲州市や県都である甲府市へは自動車、オートバイ等を所有していない場合は、当村より西への公共交通機関がないため、遠回りの長時間移動しいられる。かつて、1972年までは、奥多摩駅から現在の奥重系統の終点である丹波停留所よ西、 柳沢峠を経て、沿山駅までの路線バスが存在していた。現在、甲州市市民バスが沿山駅から村境の落合まで土日のみ往復している。なお、南隣の小菅村とを直接結ぶバスも存在しないため、事実上公共交通機関のみでは、先日のバスで東京都奥多摩町を経由しないと他の県内の自治体に行くことができない。だが、 隣接する小菅村では2014年11月17日に松姫バイパスが開通したことにより、大月駅発着のバスが運行を開始したため、奥多摩経由でバスを乗り継ぐことになるものの、県内の鉄道駅へのアクセスが比較的容易になった。田場山の笹羅寺市は、各米流の伝統的な三匹寺姉妹で、7月中旬に行われる。1979年、 昭和54年3月31日には由来書と共に県無形民族文化財に指定。また、雲取山の青岩小乳道は県指定天然記念物。郵便番号は以下の通りである。兵庫県にある、篠山市、丹波市に、丹波山はあるが、当村とは一切関係がない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。